お願いします。それではチェイナーによる深層学習の1回目と題しまして、自然言語処理研究室の小川陽一郎が発表させていただきます。今日の発表内容です。今日の発表内容はチェイナーを使ってプログラムを書く前準備を説明します。でまずチェイナーとはを説明した後に、その深層学習のプログラムでよく使われる NumPy というものを、説明します。その後に、ニューラルネットについて、以前の発表でも説明したんですが、ちょっともう一度、説明したいと思います。で特に確率的勾配効果法と誤差逆伝播法について、数式を用いて、説明したいと思います。まずチェイナーについて説明します。でチェイナーとはディープラーニングのプログラムを作るための Python ライブラリーのことです。でこれはフリーソフトウェアとして誰でも使えるようになっています。で深層学習をするための、ライブラリーはチェイナーの他にもいろいろあるんですが、その中でもこのチェイナーの特徴としては、あらゆるニューラルネットの構造を柔軟に対応することができ、ネットワーク構造を直感的に記述することができる、また GPU を使用した高速な計算が可能というような特徴があります。で次にそのディープラーニングで、配列を効率的に扱うためのパッケージであるこの NumPy というのがよく使われます。で、以降の、プログラムの説明でもこの NumPy っていうのをよく使うので、ここではその使い方を軽く紹介したいと思います。で、このようにインストールしてプログラムでインポートすることで使用できます。で配列の生成についてなんですが、まずその NumPy を使って配列を生成する場合には、この先ほどインポートの時に、NumPy の名前を NP というふうに指定してあるので、 np.ri 括弧の中に要素を入れると、配列を与えることができます。でこの ri というのはこの NumPy の、形式というふうに捉えて大丈夫です。でまた、この ri の中に、レンジの処理も入れることができて、でレンジを入れた場合のこの省略形として np.arrange というふうに書くと、6ってすると0から5までの順番で配列を作ることができます。で次にその配列の形を変えたいときはドットリシャープってそれとして、行列の、2行3列いうふうに指定すると、その配列が2行3列に変わっていることが分かります。でまた配列の形とサイズを知りたいときは a.sharp って打つと行列の形が返ってきます。でサイズって打つとその要素の個数を返してくれます。で、a.sharp を nrow と ncal の2つの変数に入れることもできて、nrow だと行数が、ncal だと列数が返ってきます。で次にこう0の要素を5つ作りたい場合には 0's 括弧5ってすると、0の要素だけを持つ配列を作ることができます。あとは、1の要素だけを入れたいときはこの ones を使います。で配列の要素をシャッフルしたいときはこの np.random.permutation ってすると、このレンジ6の中身をこうランダムに配置してくれます。でそのレンジを省略した形が、こちらになります。次に配列の連結についてです。で、A と B の2つの配列がこのようにあったとし
った時に、H スタックの配列 A と B とすると、配列を、A の右に B の配列をくっつけることができます。で、下に連結したい時はこの V スタックを使います。で、配列の加工です。で、今その A の配列が左上のようにあったとすると、配列の例えば2行目を取り除きたい場合には、この A の、鍵括弧の左側に、0と2を指定すると、行の、0と2ここなんで、行の0と2だけを残して、他の行をこの真ん中の行を取り除くことができます。で、列を取り除きたい場合はこの指定のところを右側にして、残したい配列の要素を指定すると、それ以外の列がを消すことができます。また、配列の条件を指定して、その条件に当てはまるものを置き換えることもできて、この場合だと、2で割れるものをマイナス1に指定すると、このように2の倍数のところがマイナス1に変わっていることが分かります。で、配列に対する演算で、A という配列がこういうふうにあったとして、A たす1って打つと全要素がプラス1になったり、A のアスタリスクアスタリスク数2というふうに2乗を計算すると、全部の要素で2乗されていることが分かります。で、全要素の合計を出したいときはこの SUM を使うと返してくれます。で、平均を出したいときはこの MEAN を使います。で、SUM だったり MEAN の、行や列を指定して計算することもできて、列ごとに計算したい場合はこのアクシスを0にすると列ごとに計算して、1にすると行ごとに計算することができます。で、配列の積は、今配列が、A と B があってどっちも1次元の場合、A.A.B っていうふうにすると、1次元同士なので内積の結果が返ってきます。で、次にこの A と B が、2次元の2行3列と3行2列のを、ドットで計算すると行列の掛け算が返ってきていることが分かります。で、またこの配列を、点値行列に変えたいときはドット t で、行列式を返してほしいときはライナー5だライナー、このように書いて、逆行列を返してほしいときは、こういうふうに記述すると返ってきます。はい、ここまでが NumPy の使い方で、次にニューラルネットについて、復習も兼ねてもう一度説明したいと思います。で、ニューラルネットはこのイラストのような感じで、入力層と中間層と出力層がある例はこのようなネットワークになって、入力層に X1 から XM までの入力が入った時に、中間層に結合されていて、その重みが W1 で、バイアスが B1 かかっているとします。で、中間層は、全部で H 個まで1から H 個あって、そこから出力層にまた結合されていて、その重みが W2 でバイアスが B2 っていうふうになってます。で、出力層で出力される値は
Y1 から YN までです。ここで中間層の出力を O というふうにすると、この O はまず入力層と重みをかけてバイアスを足したものに、活性化行列をかけたものになります。でこの活性化行列は今ガンマ1って書いてあるんですけど、このガンマ1は入力層から中間層に向かう時の活性化関数で、その活性化関数は入力層から中間層に行く場合と中間層から出力層に行く場合で違うものを使うことができます。で中間層から出力層に行く活性化関数を今シグマ2というふうにしています。で今中間層の出力を表したので、次は出力層の出力を表します。で中間層の出力 Y は、まあ、FX っていうふうに書くこともできて、まあ、F はこのニューラルネット全体のことを表していて、 X が入力を表しています。で Y は先ほどの中間層の出力に重み W2 をかけて、バイアス2を足したあと、活性化関数ガンマ2を、かけたものになります。でこの O を、さっきの式で展開すると、まあ、このようにかけます。で、次にその先ほど説明した、重み W とバイアス B のパラメータを更新する方法を説明します。でパラメータの、まあ、重み W やバイアス B をまとめてシータというふうに表現します。でこのシータはパラメータが V 個あるとします。でニューラルネットワークでは、このシータを適当な初期値シータ0から始めて、シータをどんどん更新していく、シータを i から i プラス1に更新していく処理をします。でその更新の方法の一つに確率的勾配効果法というものがあります。でこれは、まあ、ある訓練データ、ここでは K 番目の訓練データを、まあ、XK、YK としたときに、その2乗誤差 EK を減少させるようにシータ i をシータ i プラス1に更新していきます。でその2乗誤差を求める式がこの式でEK イコール2分の1で F のカッコ XK セミコロンシータ i ってなってるのは、こうシータ i のパラメータ に対応した XK をこう関数 F に入れてるって意味で、これはニューラルネットの出力というふうに言えます。で YK は、教師データを表すので、ニューラルネットの出力と、教師データの差の2乗を取っています。で、それをこうJ 番目の、ユニットをJ 番目のユニットでの、ニューラルネットの出力と、教師データを、FJ と、YJ というふうに表して、それを全部の和を取ったもので、こういうふうに、まあ、表現もできます。でパラメータの更新の式がこちらになって、シータ i プラス1が、シータ i の、係数学習率アルファに、2乗誤差の微分をかけたものを引き算します。でこの、ナブラ EK は、下の式で表されて、
これは誤差 EK を全部のパラメータで偏微分したものになります。で結局この確率的勾配法、勾配効果法では、誤差の各パラメータで偏微分したものを求めることでこのパラメータの更新をしていきます。でここで、まあ、代表的な第 L 層のユニット J を考えたときに、まあ、こういう構造があったとします。で第 L 層からユニット J、 第 L 層のユニット J から、その上の層の活性化関数に与える入力を、まあ、ALJ っていうふうにしたときに、その第 L 層の出力が活性化関数をかけて、まあ、こういうふうに表されます。で、まあ、この ALJ を式にすると、まあ、こういうふうにかけて、前の層の値、入力の値に活性化関数をかけてそれに重みをかけたものの、その全部の下の層のユニットを加算したものにバイアスをかけた値として、まあ、こういう式で表されます。でこういう式で値表された上で、先ほどの二乗誤差を、まあ、各パラメータで偏微分した時の値を考えます。で、まあ、パラメータは W と B の2つがあるのでまず、二乗誤差 EK を W で偏微分した時を考えると、合成関数の微分を使ってこのように2つの積で表すことができます。でこの右側の A を W で偏微分した値は、まあ、上の式を、W で偏微分して、まあ、こういうふうに表されます。でまた、誤差を B で偏微分した値は、合成関数の微分からこの2つの積で表されてこの右側は定数の微分になるので1になって消えて、まあ、こういうふうになります。で結局この代表に示した第 L 層のユニット J にかかるパラメーターは2つともこの EK の A での偏微分を計算することで求めることができます。でそこで、まあ、こいつを求めたいので、また合成関数の微分より、まあ、こういう2つの積で表すことができます。でここで A の L プラス1の K はこの第 L たす1層の、上に行く値なので、ここでは第 L 層の出力に、重みをかけてバイアスを足したものというふうに表されます。でこれを、A で偏微分してあげると、まあ、こういうふうに表されてでこれを、一番上の式に代入すると結局、まあ、こういう式で表されます。で、まあ、結局パラメータの更新をどうするかっていうと、この誤差を、上の層の値を微分したものを、使うことでこの値が求まるので上の層の、微分をすることで今の層の、パラメータが分かる
というふうになります。でこのようにして上の層から下の層に誤差を伝播していくことでパラメータを更新していくので、まあ、これを誤差逆伝播法というふうに呼びます。はい、以上で発表を終わります。